皆さんこんにちは、マーシャエです。皆さん普段髪の毛を巻いたりしますか？私はワンカールとかが多いんだけど、そんな私でも、巻くことあるので、私が普段やる巻き髪を今日は3パターン紹介します。1つ目は忙しい朝にぴったり5分でできる巻き髪です。で、2つ目が私は個人的に一番好きな、なんかデートっぽいちょっとモテそうな巻き髪で、3つ目が今流行ってるなんかトゥルンとした、なんだろう、トゥルトゥルみたいな大きめのカールを紹介します。じゃあ早速やっていきます。マーチャンネル。じゃあまずはもう全部外にはめさせていきます。で、私は一番これが多いかな、やることが。こんな感じで。でももうざっくりです。私はブロッキングとかは基本しないです。ブロッキングっていうのは、その巻くときにこう髪の毛をこう分けて巻いていくことなんですけど、もう全部外で大丈夫です。まあ、毛先さえ巻けてれば、基本的にちゃんとやった感は出るんで、こんな感じで巻けました。そしたら、ここにちょっとウェーブ、S っぽくウェーブをつけたくて、なんで、この間くらいからがっつり入れて、こうちょっと内巻き、滑らせながら内巻きにしていきたい。そしたらこんな感じで、ちょっとカールがつくんですよ。こういう感じ。わかるかな？ちょっとくびれさせる。なんかよく失敗しがちなのが、こうやってやった時にこの下側の部分にこう逆になっちゃうと跡がついちゃうから、そこに注意しながら、こうちょっとこう動かしながらやると結構うまくいきます、跡がつかずに。で、これもうできました。できて、そしたら顔周りをちょっと取って、ちょっと外巻きに軽くします。これで全体の髪を、そしたら私は前髪だけちょっとストレート使います。前髪はね、結構ストレートの方がやりやすい。私はこんな感じです。できました。1個目の、ほんとすぐできる。そんなね、がっつり巻いてるわけじゃないんだけど、こうちょっとくびれさせて、ちょっと女性らしいこのラインというか、なんで、本当に忙しい朝にはおすすめです。マーチャンネル。じゃあ続いて二つ目。二つ目は、これはよくやる髪の毛なんだけど、一番好きな巻き方。もう落ちちゃうよ、みたいな。そんなにがっつり巻いてないから、デートにも良さそうだなっていう勝手なイメージなんだけど、これは結構細めに取ります。もうこんな、結構細くていい、こんぐらい、こんな、もうちょん、これぐらい。これはもうほんとさーって通すぐらいで、外、内で、こうほんとにゆるーく。で、これも全部巻かなくて大丈夫で、巻いてないとこがあったりとかもしても OK で、すぐほぐします。なんかこのキープ力を高めたい時とかって、巻いてからしばらく置いたらすごいいいんですけど、今回は私はすぐ取ります。時間を置くと、そのしっかりしたウェーブがついちゃうんで、外巻きが人差し指にこのカチカチの方を持ってやって巻きます。で、内巻きっていうのが親指にカチカチがくる状態で挟んで、これを顔の方に巻くっていう。でも下はほんと何もしてないみたいな状態で大丈夫。これはすごい緩いやつなんで、緩くないやつだと中はやったりとかした方がいいけど、こんな感じで全体をざっくり、そしたらもう溶かしちゃう。こんな感じです。
どうだろう、わかるかな、このゆるゆるな巻き髪。後ろはもうこう、こばけて、私はこう、前に持ってくる。強引に。強引にね、持ってきた。っていう感じです。これが二つ目です。まーちゃんねる。次やるのは、もう結構がっつり巻く。でも今結構流行ってるなっていう印象で、なんだろう、女子会とかに良さそうな感じかな。すごい、女子受けしそう。このふわふわ感ではなく、しっかり巻いたのが今流行ってるかな。しっかり外巻きで、この全部同じ方向にしてるから、すごい 毛並みとかも全部一緒に見えるから、すごいトゥルンってして見えるんですよ。でそれが今流行ってるかな。最後は結構ね、大きめに撮って大丈夫です。同じ方向にやるんで。で、ちょっと一回全部夏をさーっと。で、外に。一回こう平行に、地面に平行にして、でくるんとやって下ろします。こんな感じ。ちょっと難しいけど、もう一回やるとまず全部外向きです。掴んで外側に巻いて、これを一回平行に、地面と平行にします。で、戻して、外して、で、毛先まで入れなくて、で、こう、外す。っていう感じ。これを、やっていく。ちょっと難しいんだけど。挟んで、で、これを横に、そのまま横にやって、これを下に持ってきながら、こう頭を頭側にやって外す。結構ね、カールは最初強めにやっちゃって大丈夫か。これ櫛でほぐすんで。毛先全部まとめて内巻きにしてきます。まあ、これはぶっちゃけうちでもそうですね。どっちでも。これは好みです。こんな感じでざっくり巻きました。そしたら、これで串でほぐします。私本当にすぐ取れちゃうから、ちょっと修復しながらやっていきます。こんな感じで、こうなんかこう一緒の、こう全体がこう一緒の、なんていうの、ウェーブ感が分かりますね。形は最初と似てるかもしれないけど、こう、なんか韓国っぽい大きいウェーブっていうか、で、全部一緒だから、こうやってやった時にまとまるんですよ、全部。ちょっとお姉さんっぽい感じ。ほら、このトゥルンって、わかります？え、わかる？ちょっと待って、できちゃって。この、なんだろう、この、トゥルンみたいな。っていう感じで、これは完成です。全体的にこう毛並みの揃ったトゥルトゥルヘアです。まーちゃんねる。まとめると、1個目は外巻きにすることによってちゃんと準備しましたよ感が出るので、でも普通に可愛いんですよ。可愛いから私は本当に大好きな髪型なんですけど、とにかく外巻きにするのが大事です。ちょっとこうウェーブを作って、で、このナチュラルな巻き髪。なので、外巻きさえちゃんとできてれば OK です。二つ目は、とにかくこの熱をかけすぎない。なんで、こう通したら、もう1秒ぐらいでもいいっていう、本当に、はい、当てたーみたいな、はい、当てたーみたいな感じで、外すとゆるゆるな感じになります。で、最後のこの、トゥルンとしてる巻き方は、この韓国っぽい大きめなカールが特徴で、ポイントは、このなんだろう、ウェーブでも巻き髪でもない、ここのこの、こういう、なんかその最初のとは違う、このウェーブ感っていうのは、
こう横にも巻いてあるし、こっちで見た時にもこういう風にもくびれてるみたいなのは平行にすることによって出るので、そこがポイントかな。皆さんはどの髪型が一番好きでしたか？ぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。